はい、というわけで今回は鈴木ワゴン R 姉妹というね、車です。まあ、久しぶりにこういうすっとぼけた車ね、出してきているなと思うんですが、こういう車でございまして、まあ、どんな感じかなと言いますとですね、ワゴンバールスマイルの方は、よいしょ、こんな風になってるんですね。これがワゴンバールスマイルという車でして、これは高いデザイン性とスライドドアの使い勝手に総合させた新しい軽ワゴンをコンセプトして開発したワゴン R の新モデル、ワゴン R スマイル。ワゴン R の特徴である広い室内空間と高い機能性に加え、スライドドアの利用性と個性的なデザインを重ね備えたラインナップ G、G 快適パッケージ搭載車、ハイブリッド S、ハイブリッド S 2とニューフパッケージ搭載車、ハイブリッド X を設定して、R06G 型エンジンを搭載し、軽食から中高食まで自動的管理で優れた燃費性能と快適な走りを実現した。それぞれ 2WD とフルタイム 4WD をハイブリッド車には ISG モーター機能付き足電池と専用リチウムイオンバッテリーの組み合わせた独自のマイルドハイブリッドシステムを搭載。 WLTC モード 25.1kg の低燃費を実現した。ハイブリッド S、ハイブリッド X の2WD、私らしく乗れるスライドドアワゴン、マインスタイルマイワゴンのデザインテーマで、私服すれば四角いボディのフォルムと丸めヘッドランプになるのにシンプルで愛嬌の枠をデザインでした。またインテリアは滑らかな構造のインパネカラーパネにカッパーゴールドのアクセントを組み込み合わせるなど、移住性の良さと質感の高さというのを感じたデザインでした。安全面ではリアルカメラブレーキサポートを搭載した 3D セーフティーサポートを全車に標準設置し、全方向モニター用カメラ搭載車には、路地でのすれ違いの接触防止をサポートするすれ違い支援機能を続き発売です。また運転には必要な情報を、必要な情報をカラー表示するヘッドアップディスプレイ、車両情報カラーを表示するマルチインフォメーションディスプレイ、全車追従型機能付きのアクティブクルーズコントロール、標識機能追加などセーフティーパフェスパッケージとしてメーカーオプション。ボディカラーはコーラルオレンジメタリック、アーバンブラウンツートンルーフとインディゴブルーメタリックのチューフワイトツートンルーフを新たに採用するなど、ツートンカラー8色、モノトンカラー4色の計12パターンというのを用意しているということですね。で、この車で一番お安くても G が129万6900円。で、高いものですと、すごく高いものありますが、ハイブリッド X、これが171万6000円ですね。今の軽自動車はすごい高くなりましたね。この勢いだと200万、まあ、超えてしまうんじゃないか、というような、ね、まあ、中にはあるんですけど、そういう車ね。ただそういうどの軽自動車もちょっと200万超えのが多くなってくるんじゃないか、というふうなことも考えられるような値段になってますね。でも今はすごいこう機能とかがすごくなってますね。ぶつからないようにするものがついたりとか、ね、機能、なんていうのかな、角にこう、ね、民間のところにこう、モニターがついてて、カメラが内蔵されてて、こう、ぶつかりそうなところを知らせるとかね、まあ、そういったような機能がついてるとかね。まあ、すごい時代になりましたね、本当にね。びっくりしますけども。まあ、そういうふうに、昔の軽自動車と比べたら随分と豪華に、そして安全に、快適にというふうになっていますね。で、このすっとぼけた顔ね。まあ、前にね、スズキだとハスラーっていうのがあって、あれも久しぶりに出たすっとぼけた車でしたけども、まあ、そういうハスラーに次ぐようなすっとぼけたさ。ね。こういう可愛らしい車というのを出してるっていうのは、なかなかこう、いいもんです。これベースがワゴン R ですね。ワゴン R から、派生されたような感じでこう出てきたということでね。結構ワゴン R は使い勝手がいいもんですから、
室内も白いし高さもあるからね。ですからまあそれをベースにしてちょっとボディの形をちょっと変えて、売りに出しましたみたいな、そんなようなものが増えてます。でもまあなかなかこういううまくそういうところをこうワゴンあるというか、まあ、うまく使い込んでいくというところがやっぱり鈴木とかの素晴らしいところではあるかなと思いますし、なかなかこういうね面白いなっていうところです。これは別に開いたりとかしないんですけども、まあ、こういうふうに内装とかがこうあってですね、モニターとかもこうついていて、まあ軽自動車、まあ久しぶり型ぶりからあまり右からあまり軽自動車ってあまりないんですよ、数がね。もっとたくさん出したらいないと思うんだけど、まあそういった点でもこう珍しいなという感じの車になってますね。はい。まあ、こういったのがね、今はたくさん買えるけど、製造中止になると視聴者のところで、まあ新品で売ってるうちにね、こういうのをお買い求めになった方がよろしいんじゃないかなという感じです。どうもありがとうございます。